すると体力非道の恋愛者お立ち去れここは沈黙の5秒あーでもそうだよねこんな感じだったねセカンド G の時も男よの今日に決まれば僕へ住むわしの心あれホラーゲームこれホラーゲームだったかなこのゲームプレイが過ぎればあーこの尻尾の部分懐かしいねわあ、来たね、これ。いや、一番激アツよ。今作のアップデートで。こいつ、今日は大田土倒していこうかなと思います。いやー、大田土さん懐かしいですね。もう10年以上前ですよ、私が戦ったのは、本当に。セカンド G 以来でございます。先行弾を使うのか ?OK、行きましょう。いやー、ちょっとね、ま、いろいろ防具とかも変えたんですよ。ちょっとま、その辺見ていきましょうかね。まずね、この、刀剣ね、今回新しくなったということで、レウス、これを、つけましたよ、刀剣で。いや、やっぱね、何が一番かっこいいって、やっぱ私はね、レウスが一番かっこいいと思ってるんで、まずは、ちょっとこれは作りたかったなと思ったんで、とりあえず作っております。つうことで、あとあれですね、防具、重ね着なんで、まあ、実際、内側についてるものは何なのかというと、まあ、こんな感じですね。この、ダマスクってやつか。ダマスクってやつが、匠がめちゃくちゃつくんですよ、これ。匠がつくって聞いて、あ、激アツって思って、もう早速激アツ匠しちゃいました。でね、このダマスクだけだと4しかつかないでしょ。なので、この、なんだっけ、パッケージのモンスターの名前忘れちゃった。この人の、頭の部分作りました。これも匠ついとるんで、これで、マックスまでつけました。そんでもってレウスのこれをつけて、で、五石が一応これが弱点特攻ついとるんで、そこに、また装飾品が出てきたので、それでレベル3までマックスにしました。そんで、最終的に、こんな感じになりました。もう匠をね、とりあえずつけたかったから、マックスにして、で、攻撃士も1個つけれました。だからつけて、弱点特攻マックスにして、防御もまあ、あまりで入れちゃったみたいな感じ。まあ、賞味こんだけありゃ十分でしょう。つうことで、さあ、早速やっていきましょう。クシャルダオラとかさ、ティオテスカトルも解放されてるわけやから、その辺もみんな倒してるんじゃろうけど、なんだっけ、いろんなさ、YouTuber の方が、この防具さえ作っときゃなんとかなるねみたいな。まあ、今日見てる急上昇に乗ってたから、あ、これ多分みんな目に入るだろうなと思って。その多分クシャルダーラの、頭の部分だったかな。ちょっと間違えてたらごめんなさい。んで、その部分作っときゃなんとかなるでみたいな。まあ、それ何のスキルかというと、見切りと超会心だったかな。まあ、とにかく、会心率かましとけば、戦えるでみたいな。まあ、そういう風潮になりつつあるなって僕は、ちょっと思っちゃったんですよね。まあ、実際強いのはわかるのよ。強いのはわかるんやけど、わ、来ました、大田寿さん。透明になって、透明になってよ。透明になって。いざ。うわぁ、下使いが。透明にならないの？ちょっと透明になってみてよ。まあちょっと透明にならないからとりあえず戦っていきます。大船淳さんはね、とりあえずセカンド G の時の印象やと頭以外バチバチに硬かったのと、確かね、風圧もすごいあったような気がするんですよね。はい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 。まああと尻尾が、あ、おお、すげえ、びっくりするぐらいスケルトン。さすがカメレオンですね。いや、それでさやっぱさ、こっち側からは何も見えないわけじゃんか。透明になられると。で、大名寿司側からすればハンターは見えてるわけじゃないですか。だからこれ実質、こいつマジックミラー号だなと思って。まあ、マジックミラー号はね、もう完璧に、
外側から見えない、見えうお毒攻撃見えないんだけどね、うん、ずっと透明なわけじゃないだからちょっと違うような気もするけど、でも実質ねマジックミラー号ですよっていう言い方をしたかっただけ。ということで、さっき何の話してたっけ、超怪心がどうとかっていう話なんですよ。超怪心はねまあ強いとは思うんやけど、僕はやっぱあの天の弱なんでそういう超怪心とか弱毒つけたけどなんとかなるてみたいな、めちゃくちゃ強いでみたいな感じの言い方されると、逆にねなんか匠って多分そこまで言われてないんじゃないかな、そんな気がする。切れ味が上がるよみたいな。うおびっくりした。だから僕は切れ味を取りました。選ばれたのは切れ味でしたみたいな。なのでいやていうかさマジかっこよくない、レウスさん。ほらこれこれこれ、レウスめっちゃかっこいいやろ。あそうそう、あとこいつアイテム取っていったよね確か。いやお、いいですね。透明マジックミラー号いきます。よいしょよいしょ。全然だね、全然全然つうかその全然硬くないそれがちょっとね。あとねノートをやっぱつけた方がいいのかなってちょっと思うよね。そこのところちょっと悩んだよめちゃくちゃ。でもねやっぱ私そこまで上手いわけじゃないからさ、やっぱ防御力はあってほしいのよね。だからそう考えるとやっぱこの辺が一番無難なのかなって思う。だから安全にこう戦っていくために今回こういう武器にしたのかなって感じ。さあお、あいいね、その爆弾つけた状態だとどこにいるか完璧に丸わかりやん、ボロわかり。あとまあこの古竜しかり、おレウスさんおるやん、イエーイ友達友達イエーイ。レウスさん、お待ってめっちゃ切りかかってない、えすごい何これ。いやめっちゃ幻想的やね。いけ飛べ、いいよ。大名槌に火は弱点ですからね、素晴らしい。いけ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 。しかもさ空飛んでるとあんまりダメージ当てられへんのじゃん。あ燃えてる燃えてる、大名槌も燃えてるよ。さあもう一発食らうでしょ、いいよ。からのよいしょよいしょ、いえ完璧。いやいいねこの切りかかってる感じ、いいわマジ。蹴散らします。アップ、うわー毒、毒はちょっとやばいね。よーし、あ解毒薬持ってきてたかな。あでも意外とすぐ回復するね。わこの技結構、おすごい、さっき広がっていったけど今回収束していったね。え待って待って、どこ行った、マジックミラー号どこ行った。あおるねそこ、水面歩いてるの分かってますよ。はいはい、失敗した。やばいやばいやばい、ちょっと待ってくれ、攻撃が全然読めない。セカンド G の時とは全く違うんだけどそりゃ10年以上経ったら相手の技も変わるわな、そりゃあ。そうそう、さっきの話の流れの続きなんだけど、古竜とか今回出てきた主もそうなんだけど、網っていうかトラップか、トラップで捕まえることできないし捕獲ができない、うわ危ないな、捕獲ができないんですよ。あと普通に古竜はトラップカード効かんのやったっけな確か。んでうわもう毒がエロい毒がエロいをやることが、ちょっと待って、そうだからその、ま、通信対戦とかしててね、やっぱ知らん人がおるわけやから、大名槌さんとかにねトラップ仕掛けて、よしこれで捕獲できるでみたいなことをさ、あれどこ行っちゃった、あおったおった、捕獲できるでみたいなこと言って、いや捕獲できるわけねえだろバカみたいなことを、なんかツイッターかな、まあツイッターで見たからあれなんだけど、そういう風に言っちゃう人がいるという記事を見てね、
まあね、それはまあそういうことを言う人はおると思うよ、一定数。でもやっぱ今作でね、モンハン始めた人多いだろうなって思うし、シンプルにそうよ。モンハン始めた人多いんだろうなっていう素直な感想になった私は。だからね、なおさら私は、やっぱり、あ、これ当てられるかな。よいしょ！オッケー！まだいけるよ。まだいける。よいしょ！オッケー！これにて終了です。だから私は、そういうね、初心者の方の助けになるように、通信体制の方ではね、しっかりとフォローじゃないけどね、そんな風にしていきたいなっていう風に思った。あ、このキルあいつが出してたんか。おー。集中。めっちゃ飛ばしてくるやん。うん。まあ、今回さ、つけてる、あの、防具は、まあ、完全に一人プレイ用みたいな感じしてるんだよね。でも、やっぱり、協力プレイで戦うんだったら、広域化だよね。あの、めちゃくちゃおすすめしてる私が。広域化をつけた方がいいのかなーって感じがちょっとした。こういうさ、やっぱ強い相手とかになると、初心者の方で戦ってるとね、やっぱどうしても動作が慣れないから、死んじゃうと思うんだよね、すぐに。ってなった時に、やっぱ、小山の人はさ、なんで死ぬんだよ、そこでドンドンつって大パンすると思うんだよね、やっぱ。勝手なイメージ。だから、そういった人にね、死なないように、なんかそういうふうにフォローしたいなと思った。だからまた新しい防具作りたいなと思ってて。わ、もう、毒うざすぎ。オッケー。いやー。まあ、そんなにね、スピード速くないから、動きさえ覚えてしまえば、普通に余裕だね。尻尾も取れたし。まあこれがね、なんだろうな、やっぱ4人対戦とかなってくると、やっぱ毒とか、ああいう状態になって、一発KO みたいになったりする人も多くなるんかな。ちょっとまあわかんないけど、いやー、よかったね。でも、久々になんか懐かしい感じがしたわ。まあ、それにさ、この、言ってなかったけど、なんでこの、レウスの装備がいいかっていうと、まあ見た目ももちろんかっこいいんだけど、やっぱセカンド G の時の、まあセカンド G のばっかな話しとるな。セカンド G の、パッケージの絵がね、このレウスの装備にブレイズブレイドっていう体験をつけた状態のやつと、あとナルガが戦ってる姿が描かれてるんだよね。だからそこから来てるのもあると思う。いや、かっこよすぎ。これね、インナーのところね、紫にしてるのはね、紫色が好きだからないよ。オッケー。つうわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。そんじゃ、バイバーイ。